ごいです。わお酒飲みながら見てるの？ホットな。私はまだ18歳なので飲めませんけどね。お酒のつまみみたいな感じで見てください。やっほー。うん、できた。やばい、今日めっちゃ食べたよ。今日ラーメン食べたよ。今日ラーメン食べた。今日はこんにゃくゼリーとたらこおにぎりとブロッコリーとラーメン食べました。美味しかった。おお、マジ今日真面目そう。私真面目そうだよね。うん、200回目の方もありがとね。ありがとう、200回も訪問してくれて嬉しい。好きなほぼ食べてなくて味噌菌はゲットできてません。ね、これがどん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 200がさ300、400、1000とかなったらやばいよね。1000ってなったら私が 3年くらいやってるってこと？えげちいね。怖い怖い、すごいよね。3年。シャツはね、そう青色、夏っぽいね。こんばんは。ちょっと待って、今日一日中結構マスクつけてたからさ、ちょっと肌が崩れてるんで粉はたきます。二重幅可愛いって言い方おもろい。最近むくんでないからやろうね、きっと。本当？嬉しい、友達にお話ししてくれてありがとう。嬉しい、めちゃくちゃありがとね。シャツだと賢そうに見える。シャツだとって何？シャツだとより賢そうに見える。うんうんうん、やだけど、シャツだとだとだとってなるよ。よくわかったね、今日リップ2個使ってんねん。オペラのコーラルカラーのやつとフィグっていう限定のやつ2個使ってる。よくわかったね、すごいね、天才やん。すげえ、すげえ。じゃーん、パチ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 、ヒヒヒ。そう、ちょっと鼻声よ。別に風邪をひいたとかそういうわけでもないんやけど、ちょっと鼻声なんですね。あらまあ、そう、ちょい鼻声高いさ。あら、花火ありがとう。そうだから冷房切ってる。わあ、すげえ。
星ばっかや。星ばっかり。すげえ。すげえぜ。シェアしたっけ私。覚えてないや。換気扇の鳴き声。ポニーって巻いてんけど、ちょっともう分からんな。目が。換気扇も含めて前のルームやしな。換気扇がないと成り立たへんっていうところはあるっちゃあるよね。ってことにしとくわ。今ノールックでカバンから目薬探す大会してる。あ、無理やわ、ルックさせて。ルックしたら一瞬で見つかった。今日のシャツ。あ、リミスタ応募ありがとう。リミスタ、そこ、今見てる全員リミスタだよ。リミスタ、リミスタ、リミスタ、リミスタ。横顔どうですか。あらま。ずっと花火が爆発する直前みたいな音になってるのに、それも含めてマイルーム。リミスタ100枚応募する。嘘つけー。スタジャンマイ、そう、スタジャンマイかもしれん。ごめん、絵柄は知らへんけど、スタジャンマイかもしれませんよ。リミスタ100枚買うから結婚してって。どうしようとか言って、嘘嘘。甘い甘い。結婚なんか、結婚はそんなね、数で決めるもんじゃないのよ。愛、愛です。結婚は愛です。哲学かこれ。私頭悪いからやめよう。哲学とかそういうの苦手やね。誰や、深いようで浅いって言ったやつ誰や。結婚して、あ、ダメ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 、た、片っ端から断ってきます。なんか前に全集中。え、待ってる、ありがとう、嬉しい。あ、すごい。でもみんな結婚って数より質やからな。量より質って言うって思った、前も思った。待って、ラーメン食べんかったらよかったって思った。今日もむくんでないからさ、ショールームのお釣りがいいのにさ、明日絶対にショールームのお釣り悪いよな。むくんで最悪や。どうしよう、終わった。結婚してダメです。せいやんさんみたいに断るタイプ。せいやんさんが断ってる動画を見て、それにたまたまマイって方が多分結婚して送ってらっしゃって、マイ絶対無理って言われてってなってた。嘘ってなってた。もしも来世で出会えたら結婚して。うん、嬉しい、見間違いすぎる。
悲しい、めちゃくちゃ悲しいです。平安さん、いいですよね。OK ですよね。毎朝送ってください。なんかプロポーズの言葉すごい。毎朝起こしてくださいっていうプロポーズすごい。なんやろ。なんかいいプロポーズの言葉考えます？なんやろな。寝てます、起こさないでください。それはホテルのあのところにピーって貼るやつやん。毎日横でニートしてくれるし、一緒家事も全部やるので、それはちょっと嬉しいよね。え、なんやろ、どういう言葉がいいんやろな。あ、めっちゃちょっと臭いけどいいかな。あ、でもそれダメやわ。え、夜勤頑張って。え、人生の中で一緒にいる時間を一番長くしたいですとか。でもさ、それよくよく考えたら、仕事行く人やったらさ、普通に考えてさ、上司とかの方が一緒におるんちゃうかなと思って気まずい。親より長い人はいないんすよ。じゃあ親の次で、親の次で。とかじゃない、知らんけど。いや、一緒の墓に入りませんかはシンプル怖ない？ちょっと怖ない？ちょっと怖すぎる。リミスター応募してくれてありがとう。嫁には墓まで見送ってくれって言った。いや、お嫁さんに言うのはいいと思うんですけど、なんか墓って言い方がちょっと怖い。お墓やったら全然やけど、おがつくだけで全然違う。墓とお墓はノットイコールです、私の中でね。これからの人生隣で笑ってくれますか、そういう友達でもいけちゃうんよ。俺前より長生きするから結婚しやん。あー、確かに先に死んだら悲しいですよ、そりゃ。確かにそれはそうやわ。第一条件すぎる、それは。ありがとう。蛇口から目出てんの、すごい。そうね、やっぱり私は家族とかも、家族とかよりかは絶対長生きしたいなと思うし、それと同じ気持ちやねんやろな、きっと。多分そうやろなーって感じ。暇だから結婚しない？なんかそれはちょっと嫌や。なんか誰でも良さそうじゃない？暇やから結婚せんって。じゃあ働けよってならへん。ファミレス行くなりで結婚しない？いや、それはちょっと嫌や。もう9月やから結婚しよう。理由が分からへん。
96ってわあ。働くので結婚なんかさ、結婚とかよくあんまり前、まだ18だから全然知らへんけど、知らんし分からへんし考えへんしさ、そう言われるけど、なんか難くない？結婚って。でもなんか今日街中を歩いて思ったのが、例えばあ今日はなんかあどこどこのライブに行く方なんやろなとか、あとはあこの人にも なんかなんちゃら推しみたいな感じで書いてあって、なんちゃらを見んかって、あこの方にも推しメンっていう存在おるんやろうなとか思いながら歩いてたら超感慨深くなりました。今日思ったこと、外でもいいかもしれへんけど、私の感性です。もうなんちゃらすしなくていいってば。明日は素数だけどさ、ちょっと気にしてるやつ、足がちょっとしびれちゃってすいません。やばい、足が超しびれてる、足がしびれしびれだ、たまやまいは結婚の予定はないです。あったら怖くない？あでも18なんか、でもないです、ないかな、特にあったら怖いよな、シンプル。アイドル続ける気ないんかってなるやん。オンラインサイン会申し込めましたって、ありがとう、嬉しい。人生設計として何歳くらいで結婚したい？なんか最近別に結婚願望とかないです。なんかまあなんて言うんですか、自分が今やりたいと思うことをまあやって生きていけたらまあいいなと思うので、今はとりあえずニャージョイとしてみんなと一緒に頑張りたいなっていう気持ちかな。だからほんまに何も考えてない、正直。前まではめちゃくちゃ現実主義やって、なんか何歳までには大学行かなあかんとか、何歳までにはちゃんと資格取らなあかんとかめちゃくちゃ考えとったけど、案外ぼーっとしとったら生きていけるんちゃうかなと思って、そう、まあもちろん資格とか取るのも大事やろうけど、なんか今楽しいし、まあこの楽しい時間がまあずっと続くんやったらずっと続いてもろて、まあ解散ですとかもしもなったらまた違う形で頑張りたいなとは思うしって感じ。オンラインサイン会ってショールーム見れなくても申し込んでも大丈夫、届くよ。そうだから別に何も思わん、ただ今の一番楽しい時っていうか、今一番楽しいから頑張るだけじゃないだと思うけど、私は違うかな。うん、人生ってどうにもな理由があるからね、大丈夫。みんなもそんな結婚結婚って考えない方がええよ。
私はもうそんな今さっき言ってたけど、みんなが結婚なんかいつとか言われたけど、まだ私18やし、デートして始まったばっかりなんで、そう、まだメジャーデビュー前でも、メジャーデビュー前の感覚がいい意味でないんですよね。恵まれた環境下にいさせていただいてるから、本当に全然感覚がない。そう、あら、まあみんな大変なのね。すいませんね、私はそんな、そう、とりあえずショールーム楽しもうね。超棒読みやけど、ガチで思ってる。あ、なんか私のご飯のお腹のスイッチってちょっと食べるだけでブワーってくるんですよ。でもなんか今日は、飲み物が飲みたい。いや、いつもと変わらないです。はーいって、はい、いい返事、いい返事とか言って、ちょっと声低いですよね今日って私も思ってました。そう、声が低いです。ちょっと黒塗りされないコメントを必死に考えています。待ってる、いつもありがとう、応募してくれて嬉しいよ。みんな強く生きような、マジで無理無理無理なんだが、無理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 積んだんだが、無理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 人生積みげ。毎回前回のリベンだったせいで顔のひよってる。待ってる、私はのり弁だったとしてもいっぱいいっぱい喋るからね。横あり楽しみだよ、横あり待ってるね。そう、割とみんなのコメントが読めるからさ、リミスタさん、私リミスタさん大好きなんで、皆さんぜひぜひコメント読ませてくださいなって感じ。楽しみリミスタさん、楽しみだよ。そう、ウキウキしてます、ウキウキ。だからみんなリミスタさん、チークが折れた、リミスタさん応募してね、待ってるよ、行って、すぐ行って、今すぐ行って、今すぐ行って、はい、行ってくる。はい、リミスタさん GO。 そして、まあ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 、帰ってきてください。見えてはいるんで分からへん、覚えてないや。そんなこと聞くんじゃねえ、ごめん。めっちゃなんかさ、ほんまにさ、鼻声すぎてなんか変やね。ちょっと変、ちょっと変、変声、なんかヘリウム飲んだみたいな声やね。ちょっとキーンとする。こんばんは、社会人みたい。それ言うたあかんって、言うたあかん、言うたやろ。合ってないのにどうやって映すねん。とりあえずみんな今すぐリミスタさん走ってきて、で、応募したら教えてください。応募しましたよって、一人何個でも待ってますよ、何個でも
待ってるで。覚えてよ。続きの、ありがとう。したよ、ありがとう。今書いてる人全員覚えるからね。あ、そうなの？ちなみに1枚ずつしかまだできない。あ、すまぬ。1枚らしいぜ。1枚らしいぜ。忘れないうちにやってきな。抽選やか、1枚らしい。ごめん。覚えてほしいですって。覚えるよ。まいちゃんの顔おタイプすぎた。あ、間違えた。まいちゃんのお顔ドタイプ、おタイプってなんやねん。お顔ドタイプすぎてしんどい。ありがとう。前の顔ドタイプとかやってくれるのめちゃくちゃ嬉しい。私の顔さ、全部がなんかバンバンバンって感じがして、なんかあれ、なんかね、怖ない？先着始まったらまた追加するにゃんって。ありがとにゃん。まいちゃんおタイプですか、ありがとう。そう、なんか全部が目バン、鼻バン、口バンって感じ。なんかね、って感じ。あ、結婚はダメです。だから私のまつげ本当にすごいんですよっていう話をしたい。ほんまにこのまつげについて話させて。朝からつけても全然カールキープがされてるまつげ、本当にいいんです。キングダム皆さん使って。爪楊枝なる？爪楊枝ないよな。爪楊枝ないよな。なんか可愛いなのもんないかな。探すか。ないな、可愛いなりそうなの。何をされるやろ。これとか、さすがに乗らんか。それ当たり前か。まつげ分けて。まいちゃんの綺麗なまつげ、まつぱしたい。してして。まつぱもうかけてないや。そう、後世のマスカラよりいいですか。いいと思う。私はどのマスカラさんよりもね。大丈夫。待って、ショールームがチカチカしてんだけど。マスカラ下地いらん。透明なマスカラ下地使ってます、これ作る時。でもそれちょっと言ったら、あの、言ってる松葉、言ってた松葉バレちゃうんで言えないんですけど。そう、なんかね、そう、美容液クリアマスカラって使ってる。まつげ綺麗。鼻が。欲張りでは目を合わせます。頑張ります。頑張って。メンバーでこの子まつげ綺麗やなとかある？誰やろう。そんな見えひんかも。こだわって目とか。ももかかな。ももかが綺麗やと思うかも。でもリミスターありがとう。みんなぜひぜひリミスターでは名前呼ぶし、メッセージも読むから待ってます。まいちゃんの涙袋推し。涙袋はね、めっちゃ荒れたんですよ一時期。スイート16の時期覚えてます？みんなスイート16の時期になぜか目の下が真っ赤っかになっちゃって、しかもこうライン状に真っ赤っかになっちゃって、
でも化粧上からしたらポロポロになっちゃうから、もうなんか目の下めちゃくちゃ赤いみたいになっちゃったんですよ。そう、そっからアイクリーム塗っても無理で、皮膚科のやつ塗っても無理だったんですけど、涙袋のやつで書いてたんですけど、それ書くと結構私乾燥しちゃうのと、色素沈着しちゃって赤くなってたみたいなので、普通にアイブロウペンシルの方で書く方でこうやってなぞってて、で涙袋コンシーラー塗ってラメのせてます。私の涙袋、そうです。目がな感じかな。涙袋はリミスタさんはコンビニ決済ありますか。私そこまで詳しくは知らんのよ、ごめんね。最近ありがとう、痩せたからかな。コンビニ決済ないのか、リミスタさん応募しましたって、ありがとう。涙袋楽しみしそう。おっこいしょい。ミラムの時香水塗りたくってたの？塗りたくってはない、塗りたくってはなかったけど、それがめちゃくちゃ残るのが薄いやつだったんだよね。だからちょっと多めには塗ってたかも。なんかすぐ消えちゃうやつだったから香りが。でも塗りたくってたわけじゃないんだけど、なんだなんだ、塗りたくってはないぜ。舞ちゃんはちいかわ好きですか。葵ちゃんが言ってた、もう盛りすぎだよ、盛りデポだよ葵、持ってます。ちいかわはね、ハチが好きです。塗りたくってないよ、持ってんだってば。そはち結構前も青田の森レポで反撃しようや。ご情報を流れるの嫌いなのでしません。しないね。8割いっぱいいる、大きいのとちっちゃいのと。 A 大人の時間です。高校生が終わり、私18歳です。調子乗っちゃった。応募してきました、ありがとう。可愛いって嘘だ、社会人の時間だ。ちちち、社会人って言わないで。私の家の栗まんじゅうと舞ちゃんの家のハチさん対面させようや。これつけたらさ、対面じゃなくて対マンになるけど大丈夫？夜はまだこれから。これつけたら対マンやで、マジ。レディーファイトになるから。社会人タイムを、社会人って言わないで。舞ちゃんは社会人の星。じゃあ私の家のモモンガとも太陽です。
たたいよろって言うなよ。こうやって刺さないで。怖い怖い。みんな怖い。いかつい。応募してきてありがとう。みんな応募してきて、戦う前に。舞ちゃんのように真っ当な社会人。私が真っ当だったら社会終わりよ。先端恐怖症。イエーイ。あ、すいません。イエーイとか言っちゃった。頂上からしか見たくない。ちょっと甘いもん食べようかな。グミをね、そもそも数日間かけて食べることって私なかなかないんですけど、最近ずっとなんかね、一気に食べることが不可能になってきてますね。私も干し梅めっちゃ好き。フィットチーネのプルプルなやつ見て。飲み物がジャスミンティー。私のうまっ。知覚過敏にならへんの羨ましい。知覚過敏になるの。ハチさん映していいか分からへんから耳だけでいい。いやー、コーン茶にハマってる。え、コーン茶前もめっちゃ好き。あー、やばい声が。あー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 、待ってあー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 、ひもきゅう食べたい。確かに懐かしいね。ちょっと待って、声がびっくりしちゃった。声が迷子だ。えー、えー、あーあああああああ帰ってきた。龍角散の波を。頂上からしか見たくない。チュー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 。わー、みんなリミスタ応募してね。リミスタ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 応募してね。みんなリミスタ応募してね。タスミリ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 応募してね。んー、みんなリミスタ応募してね。リミスタリミスタリミリミスタスタ応募してね。わあ、ピーポー言ってます。大丈夫かな、心配。ピーポーくん、ピーポーくんだ。ピーポーしてます。ちょ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 、趣味は何ですか。絶対に言わない絶対に言わない。
対にはないけどね、どん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 忙しくなったら趣味ができなくなっちゃうから、それがもうカナピーマンだよ私は。うえーんって感じ。もう趣味趣味よ、カタクナやで、カタクナ。なんでそんなカタクナに趣味はね、嫌や。今のとこお金と時間がかかることしかわからん。なんでしょうね、楽の高橋平安京。英語の勉強ははかどってる？英語最近してないよな。なんか見るもん時にめちゃくちゃ英語ハマってやっとって、で今はめちゃくちゃそのことについてハマってるから一生それしかしてない。もはや今も毎日それしてるから、空き時間あったらやってるから。ちょっと今日はちょっと今日早めに終わろうかな長くやりたいなと思ったんですけど、ちょっと体調が喉の調子と鼻の調子があれやから、あ、全然まだ続けるけど、本当は23時20分くらいまでやりたかったんですけど、2時間ぴったりまでまでやりたかったけど、ちょっと早めに明日もさ、お話し会やから30分に終わりますね。じゃあ、いやごめん、これは指摘感情で、私があのみんなと喋りたいからっていうのを言うのだから、ありがとうとか言わないでくださいそう、だから私はちょっとこの配信が終わったら龍角散舐めながらお部屋の片付けしてから普通にあの普通に寝ますね。いろんなことして結構はダメ。まいちゃんアモアスせえへんで、最近にやじゅいちゃんハマりました、まいちゃん可愛いですって、ありがとうななえちゃん、ありがとう。ぜひぜひおしめおしめしてください。前髪が悪い。トマト食べたらめちゃくちゃでかい口内に染みて痛かった。そりゃあそうでしょう明日浴衣どうしよう。浴衣明日も頑張らないといけないです。そう、頑張らないといけないっていうか、あの朝起きるのが私苦手なんですよ。そう、でも今日はみんなと同じ気持ちで頑張りましたよ。みんなが舞のことを配信待ってくれてるって気持ちと同時に、私はみんなと喋れるっていうことを勝手に頑張ってましたすいません、明日浴衣なの？明日浴衣って言ってなかったっけ？待ってた、ありがとう。体も喉もありがとう。ちょっとね、あったかくしないとね、ちょっとそろそろやばそう。よかったです。体も喉もお風呂の水もあったかくしてくれ、ありがとう。暖房つけるかって、暖房つけたいくらいですけど、暖房つけて逆に喉乾いちゃいそうやから、土日休みにジョブチェンジしたい。仕事変えるってことですか、私と。
心は温まって、そう、みんなとみんなから供給もらったので私心は温まってるんですけど、ちょっとそれ以外がちょっと肌がちょっとやばかったりとかするので、なので、はい、本当にお部屋を片付けるっていうのを目標に頑張ります。あれんな見えながら喋ろうかな、私ちょっとすいませんね、ちょっと待っといて。そう、なんかリミスターっていうのは私がなんていうの、私がサインをするやつ、今飲んだのはね、話しながら使える張り付くトローチピタスってやつです。そう、これは結構話しながら喋れるので好きです。そう、なんかアイドルさんがなんか宣伝してて、ここに今このなんていうの、上の口の奥に入ってるんですけど、そう喋れます。ミーグリと同じアプリ違います、多分違うよね、みんな。腹話術じゃない、ミスターはここです。そう、なんかいいよこれ、ピタッて貼るだけでできちゃうからおすすめです。あ、出ちゃった、2個、5個か。こんばんは。串とかしたいけど串とかやったな。ドラッグストアとかで売ってますよ多分。だからみんなぜひゲットしてみて、すごいすごい、これ多分な、喋りながらも使えるってことは。普通にお水も飲める。牛角さんってどんな味がするの、え、なんて言えばいい、あれ、うーん、喉に効きそうな味、喉にすごい効きそうな味です。喉にすごい効くんだろうなーっていう味がします。多分私これ風邪ひいたな、わかんないけど、あ、でも熱がなかったら風邪って言わないのか、冷房負けしました。気をつけないと、ごめんね本当に、ちょっと今日はちょっと短め配信だけど見てくれてありがとう。そう、でも風邪
夏風邪はバカでも引くらしい。代わりに喋ろうか。代わりに喋ってほしい。なんか鼻水がやばいんだよね、私の場合。すごいズビズビジュビジュバーって感じ。みつきも昨日めっちゃ咳してたし、みんな体調気をつけてね。全然ね、体調は大丈夫なんだけど鼻水がやばい。鼻水と鼻水、鼻水と鼻水、鼻水ですね。でも私こういうのマジでね、ヒトメタニューモって何？私こういうのあっても瞬間で治すんですよ。私多分いろんな病気がすぐ治してきてます。体が無敵なのかもしれない。電気一回消してみようかな。電気消したらどうなるんだろう。暗い、明るい、暗い、明るい、暗い、明るい。すいません、ちょっと待って、声がほんまにおかしくなってきたな。まいちゃんこんばんは、こんばんは。ちょっと待って、声おかしい。ちょっと待って、大丈夫だ。高橋ちゃんってなんかやだ。私まいちゃんって呼ばれるのも好きだけど、高橋さんって呼ばれるのと高橋ちゃんって呼ばれるのなんかやだ。まいてやん、まいちゃんがいい。それか、いや、まいまいもなかなかいないけどね。まいまいってマジで、私のことまいまいって呼ぶ人本当にいない、マジで。高橋って呼び捨てもやだ。高橋さんなんか距離感じるから。別にいいんだけど、別にいいんだけど、なんか距離感じるじゃん。だからそう、まいまいこと高橋まいですって言ってるんだけどさ、まいまいじゃないよ。私の顔って、私の顔ってまいまいじゃなくない？まいまい顔してる？まいまい顔じゃない気がする。まいちゃんの前髪最強に可愛いです。変よ今日めちゃくちゃ。高まいちゃんやだ。まいまいっぽい素振りできる、なんかわかんない。でもね、そう、マイマイって呼ばれないね、あんまり。そんな呼ばれることないから、呼ばれた時はびっくりするかも。結構おーおーってなる。たかたかなんかあるわけないやん、絶対にないよ。眉指もなんかやだ。いや、やだってわけじゃなくて、なんかマイちゃんとかが好き。マイちゃん好き、マイも好き。マイも好き。いや、マイ、マイはいいよ。高橋さんとか距離感じます。あ、でもなんていうの、ちょっと大きい声でマイとか言われたら、お、怒ってんのかってなるから、そう、怒ってんのかなってなる。マイちゃんって言われたら嬉しい。そうだから、なんかね、そうライブ前とかに前のファンの方はまいちゃんって呼んでくれるんだけど、まいちゃん、まいちゃんかわいいよとか言ってくれたらニッコニコしてるよ、袖で多分。
桃かに山田って呼ぶと、多分それはなんか私的には、私も高橋って呼ばれるのあんま好きじゃなくて、高橋とか高橋さんとか呼ばれると下の名前で呼ぶとやっぱり距離が近くなるじゃん。だって私たちさ、アイドルとファンだけど応援してくれてるし、応援してもらってるし、元気を伝えたいからさ、近い存在でありがたいのに、高橋さんとか高橋とか呼ばれるとどうしても壁を感じてしまうからかな。メンバーになんて呼ばれて、マイかな、マイかマイちゃんかどっちかって呼ばれてますかな。そう、高橋さんはやっぱ距離を感じます、結構。だからそんな好きじゃないだけで、あゆみんはマイティーって呼んでくれてる。でも私嬉しいよ、マイティー。そう、高橋様、レノンにマイって呼ばれて、呼ばれたい？いや、レノンはマイちゃん、ずっとマイちゃん。たまにマイって呼んでるけど、マイちゃんばっかりかな。マイシャン、マイシャンはコナーやね。マイシャンって呼ばれる。マイちゃんかマイちゃんか、どっちもいい。誰がマイマイって呼んでるん？え？習い事の先生とか？マイマイって呼ばれてます。習い事の先生にはマイマイって呼ばれてるしかもその先生絶対にマイがさ私絶対にアイドルしてること言ってないんですよ。なのにマイマイって呼ばれてるアイちゃんはマイちゃんって呼んでくれてる。マイちゃんかマイ、なんでマイマイになったの。小学校の時のあだ名がマイマイでした。でもなんか中学、なんかあだ名が欲しくて呼び捨てが嫌だったんですよ。レノンは基本ちゃん好き。いや、そんなことないと思う。みつきはねマイちゃんの時とマイちゃんの時とマイの時がある。あ、例えば結構秘密主義ってわけじゃなくて、なんかいや別に自分からアイドルって呼んでもよくないって思っちゃう。別にアイドルしてる自分がすごいとも思わへんし、なんていうの、その立場に入れてる自分がすごいんじゃなくて環境がすごいだけやから、ね、そう、環境がすごいだけで、その周りの人とかがおるからこそできてるから、私がすごいわけでは別にないやんっていう思考になっちゃう。私はなっちゃうっていうか、これは正しいと思う。私はマイマイ懐かしい。結構マイマイって呼ばれてました、小学校の時は。私アイドルやでって言われたら応援したくなりますか？そう、マイマイ自信もすごい。あ、ありがとうね。そう、でもね、そう、すごい12人の仲間と一緒にさ、あ、私も合わせてだけど12人の仲間と一緒にこのグループに入れることめちゃくちゃ嬉しいよ。私はそれをリハするたびにすごく思うかも。最近はリハするたびに結構思う。あ、このみんなが好きだなって私は思うかな。すごい。お話し会でマイマイって呼ぶ準備してた。全然呼んでくれていいんだよ、全然。ファイトありがとう。そう、なんか低い声で喋ると全然いけるんだけど、高くなるとちょっとなんかがすりますね、声が。自分で掴んだのには
金持ちのいいものでしょう。そう、マイマイって呼ばれることは結構少ない。そう、まあでも別に嫌じゃないですよ。ただ距離感を感じるマイマイっていうのは別に嬉しい。私はなんか距離感を感じる呼び方があんまり好きじゃないです。だって私たちの関係なのになんでそんな距離感作るのよってなる。私は一番近くありたいやん。そうって思います。ちょっと早いけどじゃあ写真撮ろうかな。今日はまいちゃん、あ、ありがとうリミスター、ありがとう超孤独ライオンのセリフがかっこよくて惚れた、ありがとう。ぜひぜひおしめにしてね。96ありがとうね、みんなありがとう。じゃあちょっとゆっくりダンジョン読みます。13位マグマグありがとうありがとう。12位ジュンジュンさん、ジュンジュンさんありがとう。11位たまちゃん、たまちゃんありがとう。10位みほちゃん、みほちゃんありがとう。9位ダマイスさん、ダマイスさんありがとう。9位ゴマサバさん、ゴマサバさんありがとう。7位みちおさん、みちおさんありがとう。ごめん前後しちゃった。6位待って、6位かーい、かーいありがとう。5位しょうよう、しょうようありがとう。4位オールマイト、オールマイトありがとう。3位大原、歯を頑張る理由まいただけ、頑張る理由お腹だらけありがとう。2位ちはてん、リミスター待ってるよ、ずっと大好きっす、ありがとう。こちらこそありがとう、大好きよちはてんありがとう。1位にゃんフィズ、今日もありがとうね。結婚についてはもう少しお待ちくださいという感じです。ありがとうね。じゃあ皆さんありがとうございましたちょっと喉を休めます。いっぱい喋りすぎました。あーすげえ、鏡、鏡ちゃう、花火インフンだありがとうございました。じゃあちょっと今日は今日は一個ツイートしてから寝ますね。じゃあね、バイバーイ。